こんにちは、ネギョでーす。本日も仕込みをね、していきたいと思いまーす。よいしょ。今日もね、船橋市場に行ってまいりまして、美味しいお魚ね、入れてまいりましたので、どんどんね、仕込んでまいりたいと思いまーす。よいしょ。こちらがね、チダイでございまーす。今日は、山形でしたかね。山形の地帯でございます。よいしょ。まあこちらはね、結構ね、山形のお魚とかね、結構珍しいんですけどね。よいしょ。まああっちの東北のやつなんで、まあお魚はね、美味しいっすね。よいしょ。おコメントありがとうございます。おはようございますおはようございます。いらしていただきありがとうございます。しょいつもありがとうございます。今日は地代からさばいております。よしよしよし。今日はゴールデンウィークということもあって、市場ねすごい混んでおりました。買うのちょっと大変でしたけどね。いいところ入れてまいりました。よいしょ。お、コメントありがとうございます。おはこんにちはおはようございます。もうこんにちはですかね。いらしていただきありがとうございます。よしよしよし。よいしょ。ショート、お、ありがとうございます。お、お、ただです。熟成美味しくいただきました。ありがとうございます。地代美味しそうですね。あら汁も楽しみ。ありがとうございます。いや、いつもね、いらしていただけてありがとうございます。よし。こちらでもありがとうございます。よいしょ。よいしょ。若干ちょっとお腹が溶けてるかなみたいな感じの地代でございますね。よいしょ。よいしょ。さて今回はですね、いてちょっと誘ったっすね。今度は長野でアニサキスということでね。よいしょ。スーパーでね、よいしょ、スーパーのお刺身の注意ね、注意点とはみたいな感じにねしといたんですけどね。よいしょ。まあ、今度はね、長野の方でまたアニサキスのやつがね、食中毒があったよーってことでね、よいしょ、ニュースにねまた出ておりました。よいしょ。まあ多いですね。よいしょ。まあなかなかね、いろいろ難しいことがありましてね、なかなか食中毒がなくならないわけでございますけれども、よいしょ。まあ、今回はなんかスーパーのお刺身で、どうもね、稲田のお刺身みたいな感じで載っておりましたね。よいしょ。まあ稲田クラスですとね、確かに身の中にね、アニサキスが入ってる可能性もまあ結構あるかもしれないですね。よいしょ。よいしょ。お、ありがとうございます。こんにちはすこんにちはす。いらしていただきありがとうございます。でしょう。今ね、地代をさばいております。よいしょ。まあお刺身、今回ねスーパーのお刺身っていうことで、まあ身の中に入ってたかもしれないっていうのはもちろんなんですけども、よいしょ。まあどうしてもね、スーパーさんとかね、魚屋さんですと、まあ注意するした方がいいところがね、どうしてもまあありまして、よいしょ。まあ薄利多売的な感じのね、よいしょ、商売方法にねなっておりますのでね。よいしょ。よいしょ。よっこいしょ。お次はサワラさばいていきますね。お、ありがとうございます。手つきが慣れてるありがとうございます。あ
寿司屋なので一応プロでございますよいしょ。お、ちゃんと洗ったりするの偉い。そうですね、やっぱね、ちゃんとね洗ったりしてあげないと。まあ今回のね話でもありますけど、アニサキス結構ね怖いんでね。よいしょよいしょ。お、うまそう、ありがとうございます。よいしょ。サワラどこでしたかね今日は。どこだったかな、ちょっとド忘れしちゃいましたよっこいしょと。お、北海道のマグロ漁師やってます初見ありがとうございます、いらしていただきありがとうございます。よいしょよいしょ。あ、お寿司屋なんでしたか。いえそんなそんないえいえ、全然ねお気軽にコメントしていただいてって感じですねはい、ネギオ寿司っていうね寿司屋をやっております。よっこいしょ。よいしょ。まあスーパーのねお刺身とかいう話をしてたんですけどもね。よし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 。まあどうしてもね忙しくいろいろね刺身とかを作ったりするものですからね。よいしょ。その交差汚染といいますかね、まな板の上にねアニサキスがいたりして、よいしょ、それでね他のに入っちゃうってパターンもね結構多いようですね。よいしょよっこいしょと。お、ありがとうございます。寒い方の魚は兄多いのです。あー、今そうですね、あんまりなんか寒さというのは関係ない感じはありますけどね。よいしょ。まあ寒さと、まあ魚種で結構多い少ないがやっぱりありますね。よいしょ。ちょっと前ですとあのニシンとかはめちゃめちゃアニサキスいたんですよね。よいしょ。ニシンとか、よいしょ、まあアンキモとかもね、あのアンキモの中にめちゃめちゃアニサキスいるんで、よいしょよいしょ、そんな感じなんですけど、まあけどあのいない魚が別にいないといないんで、まあそこが怖いところなんですけどね。よいしょ。お次は大分のヘダイでございます。平らな鯛、ヘダイですね。結構これもうまいやつですね。豊後水道、よいしょよいしょ。他の人の動画とかだとグロいと思うけど、なんかこの人の安心して見てられる。あら、ありがとうございますありがとうございます。まあ今さばいてるとこはギリギリそんなグロくないかもしれないですね。あの、あら頭を割ってるとことかは結構ねグロいグロいってめっちゃ言われるんですけどねしょ。おはようございます、おはようございます。賑わってますね、ありがとうございますはい、なんかおかげさまでありがたいことでございますよいしょ。お、うわ、うまそう、ありがとうございます。そうですね、1匹ずつね、あのその状態見てね買ってきてますんでね、今日もねうまいとこ入れてまいりました。よいしょ。お、ありがとうございます。ホッケとかもたくさんいますからね。あ、ホッケにもいるんですね。よいしょ。どうしても寿司屋なんでね、ホッケはねほとんど、いやまあさばかないですね。やっぱ生で食べようって気がしないんで。あ、ホッケにもいるんですね。いや勉強になります、情報ありがとうございます。よいしょ。お、丸々タイ、いろいろありますね。そうですね、よいしょ。まあこのヘダイはちゃんとしたあのタイでございますので、よいしょ、あやかりタイじゃなくてちゃんとしたマダイの仲間のタイでございますのでね。よいしょ、本物でございます。お、卵持ってますね。よしよし。あれだす、なんならマグロにもアニサキス入りますし、おおそうっすよね。まあマグロもいろいろ食ってますもんね。まあさすがに身の中にはなかなかいかないとは思いますけれども、よいしょ、お腹の膜が結構厚いっすからねマグロもね。よいしょ。お、魚になりたかった魚になりたかったっすかそうっすか。で、魚は魚で結構ね厳しい世界だと思うんですけどね、すぐ食われちゃいますしね
難しいなと思うんですけどね、まあ、どっちがいいかっていうのはね、はい、よいしょ。お、平台と平台同じかな。お、どうですかね、こっちの漢字の方がちょっと分かんないですけど、なんか平台は平らな台って書くみたいですけどね、漢字だと。よいしょ、お、ありがとうございます。これはヘダイですか、あ、黒ダイですか、あ、黒ダイじゃなくてさっきのヘダイってやつでしたね。黒ダイに似てるんですけど、よいしょ、黒ダイより、まあそうですね、色が黒くないのとか、よいしょ、平らな、へ、平たくなってるところがね特徴的ですかね、ヘダイは。よいしょ、よいしょ。お次はアジでございます。今回ね、島根のアジを入れてまいりました。よいしょ、お、コメントありがとうございます。お、こういうのあるんですね。ありがとうございます。よいしょ、まあそんなわけでスーパーさんのお刺身とかですとね、そのまあアニサキスがね混ざってるというか入っちゃってて、まあ表面にね、表面とかにくっついてるって場合があるわけなので、よいしょ、なのでお刺身とか買ってきて食べる際にはね、よいしょ、まあもう中に入ってたらね、まあぶっちゃけ見ても分かんないですから、もうそこはもうしょうがないんで、しょうがないですけど、信用と言いますかね、魚屋さんに対するね、よいしょ、混じってて表面に泳いでたりくっついてたりする場合は見れば分かりますので、まあそういうところをねしっかり見てあげるとかっていうのは結構重要ですかね。よいしょ、まあ、今回の記事にねちょっと書いてありましたけどね、なんか予腹感で食べることが大事だみたいなことが書いてあるんですけど、あれは多分都市伝説だと自分は思ってますね。はい、よいしょ、アニサキス結構硬いんで、まあまな板の上とかでトンってやればねすぐ切れますけど、よいしょ、そんな歯と歯でね歯ぎしりするみたいに刺身食べたりしないですからね、よく噛んで食えって言っても多分、よいしょ、アニサキスを殺すほどはね難しいんじゃないかなと思ってはおります。よいしょ、お、ありがとうございます。たまにアニサキスいる可能性がありますっていう刺身があった。おー、そうなんですね。まあ潔いというか、なんというか、ちょっとかどうしようかなって迷いますよね、そう言われちゃうとね、え、じゃあやめようかなみたいなね。なんかスーパーさんだとね、その生食しないでくださいみたいな書いてあったりもしますよね。よいしょ、しょしょしょ、お、ありがとうございます。さばくのが難しい魚は何ですか。魚、難しい魚ですか。そうですね、難しい、まあ大体さばくの一緒なんですけど、よいしょ、まあ自分なんか大変だなって思うのはやっぱアンコウとかですかね。よいしょ、まあうちに入れてくるぐらいだと吊るしたりすることもないですし、よいしょ、せいぜいこのまな板ぐらいのアンコウとかなんで、まあこのぬるぬるのやつをねこの上で格闘するのは結構大変ですけどね。まあ結構大変なんですけど、時期にはねやっぱ美味しいんでたまにやっちゃうんですよね。よいしょ、まああまり注文されないんでちょっと寂しくなりますけどね。食べたらうまいんですけどね。よいしょ、まああとね気になるところはね、そのなんで生で売っちゃったのみたいな、そんな雰囲気がねを出してくる記事が最近多いことですよね。よいしょ、よいしょ、なおこの刺身は冷凍されていなかった模様みたいなコメントがつくわけですよね。いやいや、刺身普通冷凍しないでしょっていうことになりますよね。よ、冷凍しなかったのが悪いみたいな、そういう言い方だとちょっとどうなのかなと思っちゃいますけどね。よいしょ、なんか専門家の意見とかでさ、生でね食べる、おっとっと、魚は生で食べるべきではないとか言ってる方がいたりとかしますからね。いやいや、そこまで言っちゃいますかっていう感じはあるんですけれどもね。よいしょ、
よいしょ、アジでございましたと。よいしょ、お次はね、今日生きのいいとこ入りました。よいしょ、こいつ結構鮮度悪い時が多いんですけど、今日のはね鮮度いいんでうまそうですよ。ね人気のね小判ザメでございます。小判ザメですね。おちょっとヌルヌルが結構残ってるんで、小判でございますね。よいしょ、今日はね鹿児島から参りました小判ザメです。よいしょ、まあだいたい小判ザメ鹿児島なんですけどね。よいしょ、おショートで見た、ありがとうございますはい、こいつやっぱね小判ザメ面白いんでね、見かけたら結構ね買ってきちゃうんですよねまあうちで初めて食べたっていう方が多いですけれども、よいしょ、小判ザメはねまあ布教活動といいますかねしておりますね。よっこいしょ、まあね小判ザメねサメじゃないんでね、まあ知らない方は多いと思いますけど、よいしょ、結構ね美味しいお魚なんですよね。よいしょしょ、高級魚のねまあこっちも知らない人が多いんですけど、スギっていうのとね似たような味ですね。小判ザメでーす。よいしょー、このぐらいのサイズだと結構脂乗ってんじゃないですかね。いいよしょ、お、アジ出てきた、アジ、よいしょよいしょお、俺の好きな小判ザメがすいません自分も小判ザメ好きです。よいしょ、かわいいし美味しいしネタにもなりますからね。よいしょしょしょ、お、サメじゃないのか。そうですね、小判ザメはねサメじゃないんですよね、まあ、さっきのあやかりたいみたいな感じと似たような感じですけども。よいしょ、あ、今日ちょっと香りが結構独特ですね、強烈。スズキとかの仲間で、よいしょ、そのさっき言った高級魚のねスギっていうのにのの仲間に似てますね。よいしょ、その吸盤じゃないや、小判取るとほとんど杉と同じですね見た目は。よいしょ、小判ザメでした。よいしょよいしょ、お、あれです、魚に限らずどんな食べ物にもリスクはあるのに大げさに報道されるのは解せない。そうですね、いやいや、まあその通りですね。よいしょよいしょまあアニサキスが最近なかなかプロの手にもね負えないっていうのは事実なんですけどね。よいしょ、よっこいしょ、お、ありがとうございます、チャンネル登録していい、 ありがとうございます、ぜひぜひ、はい、ぜひよろしくお願いいたします。よいしょ、こんな感じでねお魚いろいろやってますのでよろしければぜひぜひでございます。よいしょ、次イワシでございます。よいしょ、今日は鳥取でしたかね、鳥取のイワシです。お、ほぼ過ぎちゃったぜあ、その過ぎちゃいましたねそこの過ぎちゃんはちょっと考えてなかったですけどね過ぎっていう結構大型の高級魚でね、なんかいっぱい取れるもんじゃないんで皆さんにもあんまり馴染みがないかと思いますね。よいしょ、小判ザメは魚類なんですか。あ、そうですね、小判ザメ、はい、魚ですね普通に魚類でございます。よいしょ、スズキとかの仲間なんで、まあサメとかも一応まあ魚類でございますけども、サメとかはバンサイ類って言うんですよね、板のエラの類って書きますね、エラが板状になってるみたいな、そんな感じらしいですけどね。まあちょっと古い感じの古い時代のお魚、古いくからいるお魚って感じなんですかねよいしょ、お、クジラから広がるらしいです。そうですね、そうなんですよ、なんかあんまりね報道されないんですけども、
アニサキスはあのクジラの中で交尾をするので、よいしょ、まあ最近といいますかね、こうクジラをしばらく保護してたんで産卵場所が増えて、まあ増えたんでしょうねっていうのが、まあ自分の考えですね。まあその通りではないかなとは思うんですけれども、よいしょ、おしました、ありがとうございますありがとうございます、よろしくお願いいたしますよいしょ、お、あれです、イワシだ、大好きすぎる、あ、そうなんですね、ありがとうございます、光り物うまいっすよね、おそ、寿司で食べれる旬はいつですか、あ、そうですね、やっぱイワシといったらあのよくあの入梅イワシなんて言われてまして、梅雨の時期にね油が乗ってうまいって言われるんですよね、よいしょ、ただまあ昨今あのイワシ大量発生しておりまして、よいしょ、まあよくニュースとかでもやってると思うんですけども、よいしょ、まあいっぱいいるんじゃ結構ねこう美味しいイワシがいっぱい取れるんだなって思われる方が多いと思うんですけど、まあどうしてもいっぱい発生しちゃうと逆、結構逆でして、イワシのあれこれ切れてねえや、よいしょ、イワシの質がねちょっと落ちてるんですよね、やっぱいっぱいいてみんなで餌を取り合っちゃうみたいな感じでね、痩せてますので、よいしょ、入梅でね太ってくれるのを期待してはいるのですがといったところでございます、よいしょ、お、増えてきたのか、そうですね、かなり増えてきてますね、アニサキス自体はね、よいしょ、自分が大学、まあ大学でもアニサキス勉強してやりだしてますけれども、その頃なんて寿司職人の人アニサキスとか知らなかったですからね、そんなのいんのかよみたいな感じだったんで、よいしょ、まあそうやってやってきて高校何年かで増えてきてますから、よいしょ、昔からやられてるお寿司屋さんとかは大変だと思いますよ、そんなのいんのかって感じですからね、よいしょ、こちらね千葉の天然マダイでございます、お、食堂でイワシ出てるから週3で食べる、お、いいっすね、素晴らしいでございます、やっぱイワシ今結構安いですからね、美味しいしいいっすよね、お、イワシ好きなんだよね、ありがとうございます、イワシやっぱうまいですね、お、ゴールデンウィークですか、ゴールデンウィーク、はい、ゴールデンウィークなんですけども、うちはなんか例年だとそんなに忙しくないので暦通りと言いますか、うちは水木お休みでいつもやってるのでそのままお休みで、よいしょって感じですね明日が一番お休みなんで、今日はね、今週は今日仕込んでおります、お、IWC が捕鯨に異を唱えた結果アニサキスも増えたって感じなんですかねまあそうですね、まあ結果的にそういうことになりますかね、よいしょ、まあ何かを保護すれば何かが増えるっていうのはまあね、よいしょ、至極当然ではあると思いますけどね、よいしょ、よしよしよし、まあなかなかそこまでは予見できなかったのかなってことですかね、よいしょと、お、アニサキスさん、アンタキスおもろいですねよいしょ、マダイ、はい、タイ、マダイでございます、よいしょ、今日は天然マダイですね、よいしょ、結構ね、何の魚も高くなる中で結構マダイはねそんなに高くならないんで、よいしょ、優等生ですね、よいしょ、よいしょ、お、コロナの時寿司大変ですよね、あーそうですね、まあそれも大変でございましたね、はい、昨今は昨今で値上げラッシュで結構皆様の、よいしょ、財布の紐が硬いかなというイメージが結構強くなってますね、よっしょ、お、腹減ったすいません腹減らしちゃいましたねよし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 、慣れてくるともしかしたら魚見ても減らないようになるかもしれません自分とか減らないですけどねよっしょ、お、無限に見れる、ありがとうございます、よっしょそれな、お、食べに来た、ありがとうございます、よっしょ、うちはあの千葉ですね、よいしょ、千葉県の鎌ヶ谷市ってところにありますね、お店があります、ネギお寿司と申します、
よいしょ。まあ遠い方には一応関東圏内ケータリングもやってますんでねご都合合えばといったところで。お、天然と養殖は何が違うんですか。天然物の方がねあれなんですよね、ふくよか、やっぱいろんなもん食べてますんで、こう香りの広がりがあって味の深みもあるっていう感じですね。まあ脂の乗りは時期によるんですけれどもね、養殖の場合はまあずっと脂が乗ってまして、よいしょ、まあ取る時も管理、鮮度管理がしっかりしてるんで鮮度もいいことが多くて、よいしょ、まあ身が柔らかめっていうのはありますかね。よいしょ。ただまあこう、そさっきのと逆で、まあ味が単調だったり、よいしょ、香りがね一本調子、まあ大体同じようなものを食べてるので、そんなような特徴もありますね。まあ気にしようと思えばって感じですかね。よいしょ。お、コメントいっぱいありがとうございますお、スシローの天然サバが美味しかった。スシローさんでも天然サバやってるんですね。よいしょ。まあ冷凍とかしてあげれば結構食えるんですかね、どうなんですかねよいしょ。カツオでございます。今日は三重でしたかね。お、鼻の穴の数で天然か養殖か分かるって本当ですか。あー、そうらしいですね。なんだっけな遺伝病かなんかでしたかね。なんか鼻がつながっちゃう病気みたいのが、ね、にかかるとかかからないとか、ちょっと詳しいとこうろ覚えになっちゃいましたけど鼻がつながってるって言いますよね。どうかな。あ、これ天然でした天然なんでちゃんと鼻は分かれてますね。ここに鼻の穴あります、2個ここがなんか養殖だとつながっちゃうみたいのもありますけどね。まあもっと簡単に色とかね、あのヒレの形とか見れば結構天然か養殖かは簡単に分かりますね。よいしょよいしょよいしょ。天然物は基本的にヒレが綺麗で、よいしょ、養殖物はみんなで噛み合っちゃうとか網の関係でボロボロに なりやすいって、まあ大体ボロボロなんですよね。あとは色がね、天然物は綺麗な桜色みたいな感じなんですけど、養殖物はあの日焼けしてるんでちょっと黒っぽくなってますね。赤が深いっていうんですかね、日焼けマダイでございますね。よいしょ、カツオでございました。よし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 。肝も美味しそうに見える。あ、そうですね、新鮮ですからね、新鮮なやつはね。よいしょよいしょ、うまそうですけど、まあただ先日失礼しました、お話ししたようにビタミン A のなんか過剰摂取みたいなのもあったりするんで、まあ肝を食べるのはほどほどにとかがいいかもしれないですね。よくわかんない魚とかはやめた方がいいかもしれないです。よいしょ。お、魚側からしたら終わった、俺終わったわと悲鳴が聞こえてくるそうですね、めっちゃ捌かれてますからねまあただ魚はなんか魚側は結構文化が違うような気は自分はしてますね。なんかそんな動物系の漫画もありましたけど、よいしょ、魚は結構ねなんか次に栄養をねなんか繋いでますみたいな雰囲気がかなりあるんで、なんか個人であんまりそこまで考えてないのかな的な感じも受けますけどね、わかんないですけどね、はい。お、コメントありがとうございますなんかいっぱいありがとうございますよし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 。お、父親が鮮魚関連の仕事なので、お、そうなんですね、自然と魚に興味がある、勉強になります。いえいえ、ありがとうございますいろいろね、魚も最近本当によいしょ日々変化してるんでね、いろいろ考えていかなきゃいけないっていう難しいとこになってますよね。よし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 。お、ありがとうございます。質問ですお寿司屋さんをやっていて食べてもらいたいネタって、ネタは何ですか。あー、そうですね、よいしょ。まあ、したら結構いろいろみんなあのね、なんていうんですかね、その持ち味を出すような感じで仕込んでますんで、
ぜひぜひね、あのその日入ったのはね召し上がってもらいたいんですけど、よいしょ。まあ結構やっぱ他と差が出るのは光物とかが強いですかね。よいしょ。光物って結構あのその仕込み方とかもそうですし、その後の保管とかでも、ね、味が全然変わってくるんですよね。よいしょ。その空気とのね反応が早いとかそういう特徴もありますので、よいしょ。そういうね寿司屋さんのね魚を扱う技術とか仕込む技術とかいろんなのが分かるんで、自分は結構ね光物はね召し上がってもらいたいなと思いますけどね。よいしょ。お、ブリとグラあ、なんかそんな絵本ありましたねよいしょ。クロダイもかなり産卵期に差し掛かってきて、そろそろ厳しいかなって感じですね。今週ぐらいまでにしとこうかないっぱい取れてるみたいなんで値段は安くなってるんですけどね。よいしょ。おお、そんな記憶があるありがとうございます。よし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 。お、あれです、どうしても肝に目がいく肝ね、うまいですからね油乗っててね、香りが強いんでね、処置がね結構難しかったりしますけどね、仕込み的なね。よいしょ。クロダイでございました。よいしょ。そうしましたら一通りさばけましたね。よいしょ。今日自体はあのお店の営業がないので、よいしょ、今日さばいたやつは全部しまっておきます。よいしょ。なのでこれからちょっと、あー、お魚をねしまいますね。よいしょ。ゴールデンウィークとか祝日ですとね、こう予定がいつもと違うんでどうしようかなみたいな感じになっちゃうんですね。よし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 。お、ありがとうございます。ということはよく聞く食べる順番は光物からみたいなのは、そのお店の仕込みや管理を知れるからってことなんですかね。ああ、そうですね。よいしょ。そういうのもあるかもしれないですね。あとはなんか味のね強さとかなんかよく言いますけどね。よいしょ。その辺どうなんだろうなって自分も試行錯誤してるとこですけどね。よいしょ。まあ昔に比べてネタの雰囲気も変わってますからね。よいしょ。よいしょ。昔はどうしてもその映像技術とかが発達してないっていう状況下でのそのまあそのままだったりね、手を加えて食べようっていう技術が強いので、よいしょ、かなりね今とはネタの雰囲気も違ったと思うんですよね。よいしょと、アジからしまっていきますかね。よいしょ。お、あれです、ネギオさんのお店行くなら予約の方がいいですか。あ、そうですね、まあ、予約がいいっていうのは間違いないですね予定お決まりでしたらぜひご連絡いただければ。よいしょ。まあ基本的に一人でほぼほぼ料理を作っておりますので、よいしょ。まあ普通のねお店屋さんだとなんか満席にならなかったら OK みたいな感じだと思うんですけど、2組3組とかでね結構忙しくなってるんで、ぜひご予定がお決まりでしたらご連絡いただけたらと思います。よいしょ。お、アジはこれからですかね、旬。そうですね、先週ぐらいから結構脂乗ってきましたんで、よいしょ、これからねどんどん脂が乗ってきますね。よいしょ。
楽しみな、ね、季節になってきますね。よいしょ。お、す、みな魚の目の周りが美味しくて食べてたな。あー、そうですね、昔かですね、目のあたりうまいっすよね。自分もよくかぶった焼きとかにしますけど、よいしょ、目のね、あのゼリーのとことか周りも食べますね。こうチュルンと吸ってあげるとうまいんですよね。よいしょ、よいしょ。お、今でこそ寿司を食べる上でのマナーみたいになってるけど、昔元はそういうことだった可能性もあるんですね。そうですね、そう思いますけどね。よいしょ。それなので、まあそういう順番で食べた方がよく感じられるよみたいなね。まあ自分はそういうとこでずっとやってたわけじゃないんで、あんまりね順番っていうのには疎いんですけどね。よいしょ。まあとはいえお任せで握ったりするんで、ちょっと頑張ってね、こう考えてやってはいますね。よいしょ、アジしまいました。よいしょ。お、俺は頭を食べるよ。いいですよね、頭もうまいっすよね。よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ。大将いつも10巻で。ありがとうございます。ねえ、よいしょ、何やるか難しいと思うんですけどね。よいしょ、よいしょ、よいしょ。あ、ヘダイでございますね。ヘダイです。よいしょ、よいしょ。今日のサワラも結構太ってますね。いい感じっすね。どこだったかな。あ、宮城でしたかね。宮城のサワラかな。よいしょ。あと適当に握ってくれ。ありがとうございます。今週だったらね、小判ザメはね、外せないとこですけどね。よいしょ。お、大将わさび大盛り。うちは結構わさび少なめなんですよね。よいしょ。まあ魚の嫌な香りと言いますかね。あ、こちらがね、チダイでございますね。嫌な香りみたいなところの後味にちょうど刺さるぐらいの薬味を使うっていうのがうちの考え方でございますのでね。よいしょ。お、食べるネタの順番で味が弱く感じたり、逆に風味が強くなったりと、美味しく食べてもらうための工夫は尊敬します。そうですよね。ね、本当にね。よいしょ。自分も他のとこ行って食べてね、どうなのかなって考えたりしますけどね。よいしょ。お、カツオ食いて。いいっすね。よいしょ。今カツオね、かなりさっぱりしてて身が締まってて美味しいカツオですね。よいしょ。この時期はね、脂が乗らないんで、まあカツオのね元気さを食べるって感じですよね。さっぱりしたやつね。よいしょ。お、大将寿司は手で食べてもいいですか。そうですね、よいしょ。やっぱ手で食べた方がね、美味しいと思いますね。よいしょ。まあうちの場合ですけど、よいしょ、口に入った時にシャリがねほどける硬さで握っておりますので、よいしょ。手で召し上がる方の方が絶妙なところ攻められるんですよね。本当にギリギリ口でほどけるっていうのはいけるんで、まあ、全然箸が悪いってことじゃないですけど、箸ですとちょっと若干固めに握ってあげないと箸で持つのに耐えられないかなみたいな計算もあるので、よいしょ、よっこいしょ、よっこいしょ。
お、今が初ガツオですか。そうですね、まあ、初ガツオって時期でいうともうちょっと前かなっていう感じはありますね。もうちょっと前で、よいしょ。本当はね、こういうでかいカツオは初ガツオってあんま言わないんですよ。まあ正式な初ガツオみたいな感じですか、江戸っ子的なやつね。はい、よいしょ。こう本当の正式だと1キロぐらいの本当にちっちゃいやつがこう関東にね初めて来ましたみたいな、よいしょ、小笠原とかあっちの方で取れるめちゃめちゃ高いカツオのことを初ガツオって言ってたんですけどね、もともとは。はい、よいしょ。まあ、最近ほとんどそんなの見かけないですけどね。よいしょ、よいしょ。次マダイでございますね。よいしょ。もともと握っているものだから手で食べたいよね。あ、そうですね、よいしょ。それがね結構美味しいと思いますね。よいしょ。お、丸い寿司よりシャリはやっぱり船底タイプが好き。あ、いいですね。うちもね船底タイプですね。あの扇形というか台形っていうんですかね。はい、よしよしよし。醤油カツオですよ。よしよしね、扇カツオね。よっこせ。なるほど。いえ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 、まああのカツオのタイプで言うなら初ガツオで間違いないですけどね。さっぱりして元気なカツオでございますので、よいしょ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 。小判ザメでございます。もう小判なくなっちゃいましたけど、よいしょと、お次がイワシでございます。よいしょーと。お、秋のカツオもいいよね。ですね。秋はね戻りガツオって感じで脂が乗ってくるカツオなんで、まああっちはあっちでこう力強い感じがあって美味しいですよね。よいしょー。お、シャングリラフロンティアのキャラディータだ、オイカツオ。そうなんですね。ちょっとそれは分かんないですけど、なんか名前は聞いたことある気がします。よいしょよしよしよしよ。イワシもアジと同じでね、あのよいしょ、酸素空気とね反応するの早いんで、よいしょ、タッパーとかにね密閉して保存しておくといいですね。よいしょ。まあ、なおかつ食べる直前に仕込んであげると一番美味しいですね。よいしょ。まあ、本当にすぐ変わっちゃうんで、よいしょ。仕込んで置いてあるお店だとどうしても味とかがね落ちちゃいますね。よいしょ、イワシでございました。よいしょ、とお、大将チャームシください。チャームシね、これから仕込みます。チャームシも結構美味しいですよ。チャームシ専用で出汁を取っておりますので、はい、最近ねなかなか出汁取んないで旨味調味料的なところも多いですからね。よいしょ、ちょっと魚しまってきます。よいしょ、よいしょ。イワシは何種類くらいありますか。あー、イワシ最近なんかいろいろね新しいイワシと言いますかね、慣れないイワシもいますよね。よいしょ。最近ですと肩干しイワシとかなんかいたりもして、よいしょ。
まあ、近い種類だとニシンとかね、あの辺もイワシ類になって、イワシとか仲間になりますけどね。まあうちでは基本マイワシの普通のイワシしかないですけどね。こちらが1週間熟成しておいたマゴチですね。こっちでございます。よいしょ。こっちはね、身が締まってるんで結構熟成向きですね。ああ、まだもう1週間ぐらいいけそうですね。よいしょ、よいしょ。お、銀杏2個入れてね。あー、銀杏ね、うちね、銀杏入れてないんですよね。なんか、あんまりなんか銀杏入れる意味がちょっとよく分かんなくて。うちは銀杏なしでございます。次はイカ仕込んでいますかね。よいしょ。読んで字のごとく、イワシはやっぱり足が速いんですね。そうですね、身も柔らかいんで、そのせいもあると思いますけどね。今日はコウイカですね。どこだったっけな、どこか忘れちゃいましたね、またコウイカは、よいしょ、よっこしょ。先にね、この甲羅取ってあげるといいっすね。残しておくとめんどくさいんで。よいしょ、甲羅です。よいしょ、ボラください。あー、今週ボラ入ってないですね。結構よく買ってくるんですけど。よいしょ、コーラ。よいしょ。お、こっちは見た目怖い。そうですね、確かに。やっぱ魚食う系は結構見た目怖いやつ多いですよね。よいしょ、と結構特殊ですからね。お、逆に熟成には向かないネタはありますか。そうですね、熟成はやっぱりあの身が柔らかい系のやつとかは結構難しかったりしますね。身が柔らかいのは水分含みやすいので。よいしょ。まあイワシとかそうですしね。まあイワシはまあそもそもあれなんであれですけど、今日ですとチダイとかも身が柔らかくて水含みやすいんで、まあ水分、水含んでる量にね、ちゃんと注意すればいけなくもないですけどね。長期間っていうのは結構難しいかもしれないですね。よいしょ、コウイカは骨がな。骨ね。今取っちゃいましたけどね。よし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 。冷たい、コウイカずっと冷えてたんでめっちゃ冷たいですね。よいしょ。こっちの顔面白いですね。アンコウの顔も面白いけど、そうですね、魚ね、顔面白いですよね。結構やっぱみんなあの食べてるものが違うんで、それによってね、違いますよね。ここについてるのが生殖腺ってやつですね。そのまま食べちゃうとね、ダメダメってやつなんで。よっこしょ。よしよしよし。お、目ん玉えぐって。目ん玉ね、後で取りますよ。少々お待ちくださいませ。よしよしよし。お、コウイカのコウはリクガメとかのカルシウム剤のイメージが。ああ、そうなんですね。そっか、カルシウムですかね。そっか、言われてみたらそうですよね。そっか、そういうのになってるんですかね。おもろいですね。よいしょ。お、大将ウツボください。あ、ウツボもね、結構うまいっすよね。あの骨がね、ゴツゴツしてるのが気になりますけどね。よいしょ。一回ですかね、お客さんがウツボ釣ってきたよーっつって持ってきてくださった時があって、その時やりましたけど。よいしょ。唐揚げとかで結構強めに揚げるとあれですけどね、そうでないとあの骨がボリボリするのが気になりますよね。よいしょ、よいしょと。イカとタコは仕留めるのが大変、なかなか死なん。あ、そうなんですね。そうなんですね。なかなか生け物とか生きてるのは扱わないんでね、うちは。はい、そんなことなんですね。よいしょ、開きました、ゲソ。よいしょ。
ぬめりえぐいだっつ。そうっすね、コイかね、あんまりやらないんですけど、やっぱえぐいっすね、コイかね。もう滑るもので、滑る、ああ、もう滑ってるものとしてやっちゃうしかないですね、これね。塩やんないと、これは綺麗にならなそうですね。よしよしよし。にゃっ。あれ。よいしょ。よいしょ。目はね、内側からこうやって開いちゃいますね。表からえぐんないんですいません。よいしょ。ウツボは身が硬いよね。ですよね。顔もやっぱすごいですしね。よいしょ。まあそれ以来やっぱウツボさばいてないですけどね。あんま市場にはほぼほぼ来ないですかね。来てくれたらね、買おうかどうか迷うんですけどね。ねえ、ウツボとかあったらね、おもろいっすもんね。ウツボあんのみたいになりますからね。お、やっぱり炭の量が多いですね。そうですね、炭の量が多い。これまあ、これでもね、これ今ね、被害を最小限に抑えた感じですね。はい、炭袋破かなかったんで、炭袋はこっちの生ゴミにポイって捨てちゃいました。炭袋が破けるともうこんなもんじゃないですね。まな板真っ黒になります。よいしょ、ゲソうまいわ。ゲソうまいっすね。よいしょ、この軟骨のところもいいですし、本当にね、足んとこもうまいっすよね。よいしょ、歯ごたえと、今歯ごたえとね、うまみもあってね、いいっすね。よいしょ。お、あれです、剣先や煽りが好きやないかですね。自分もね、そっちの方が好きなんですけどね。よいしょ。まあ最近と言いますか、千葉の船橋市場はと言いますか、あんまりね、いいイカが入ってこないんですよね。今日煽りもね、いたんですけどね、いいサイズの煽りがいたんですけど、よいしょ、いたんですけど、キロ3000円で鮮度がだいぶ落ちてたんで、いや、この鮮度で3000円は高いだろうっつって、ちょっとね、買わなかったですね。一杯で買ったら多分 4,5,000円、あ、もっといっちゃうのかな、あのサイズだと。でしたのでね、鮮度良ければいいんですけどね。よし、お塩振ってぬめり取ります。いや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 、ウツボはやっぱりかば焼きとかなんかな。あー、かば焼きもなんかうまいって聞きますよね。自分はちょっとかば焼きだれがないのないのとか。なかなかやったことなかったんで、唐揚げにしちゃいましたけどね。まあ何でも唐揚げにしたら間違いないみたいな。とこありますよね。よいしょ。破けたら大惨事ですもんね。ですね、本当にね。大変なことになりますね。スミイカなんて言いますし。ですね。よいしょ。一時期はあら汁に投入したりもしましたけどね。よいしょ、あら汁に入れると黒いあら汁になるんで。それはまあ面白かったんですけど、お客さんの受けはまあどうだったんですかね。映えないあら汁ですけどね。よいしょ。お、大将イカフライください。イカフライもうまいっすよね。うちはフライはやらないですけどね。ねえ、あれちょっと大変ですからね。よいしょ。ぬめりえぐい。はい。やっと塩もやって、取れてまいりました。やっとこさ。よいしょよいしょよいしょ。お、あれです。九州で漁師やってるけど、こっちでも。スミイカって別名は言うよ。へえ、そうなんですね。へえ。ねえ、魚は別名とかいろいろあるんで、ちょっとね、覚えきらないとかいうところはかなりありますね。よいしょ。そのせいで違う魚のこと言ってたりとかありますもんね。よいしょ。イカの墨ってアミノ酸を含んでるんでしたっけ。そうですね、イカの墨は、はい、アミノ酸がね入ってるんで、よいしょ、うまいんですよね。よしよしよし。
まあよくねタコの炭とね対比して言われてますよね。よいしょ。まあよくね忍法というか忍者に例えられたりするんですけどね。よいしょ。イカの炭は分身の術的なやつで、タコの炭は煙幕っていう感じで違いがあるんですよね。よいしょ。イカはこう分身みたいな感じで使うんで、まとわりつくようにそのためにアミノ酸的なものが入ってるっていうことにみたいですね。タコは広がるようにするんで、そういうのが入ってなくて美味しくないって聞きました。よいしょ。皮を剥きますかね。お、九州の魚はうまいったいですね。九州の魚うまいっすよね。よいしょ。ね、これからアジも脂乗ってきますし、楽しみっすよね。よいしょ。お、ローカルネーム多すぎるのよね。ですね。はい。本当になかなかね、何の話をしてるか、よいしょ、判断するのが大変ですよね。よいしょ。昔はその方が通りが良かったんですかね。ちょっとよくわかんないですけど。よいしょ。お、イカってよく怒るよね。そんな感じありますね。飼ったこととかないんであれですけどね。よいしょ。お、船橋のどのあたりお店ありますか。よいしょ。そうですね、船橋の端っこの方なんですよね。まあうち鎌ヶ谷市、場所的には鎌ヶ谷市になってまして、よいしょ。駅でいうと鎌ヶ谷大仏っていう駅が最寄り駅ですかね。歩いて5分ぐらいのところにあります。よいしょ。ネギ寿司は多分ね、他にないと思うんですよね。多分ですけどね。ネギ寿司ってあんまないんで、ネギ寿司って検索してもらうとうちが多分出ると思います。おそらくでございますが、知らない間にできてるかもしれないですけどね。まあケータリングもできるんで、はい、関東圏内は伺えたりします。お、今までさばいた中で一番変わった魚ありますか。変わった魚ですか。そうですね、そうですね。まあ先ほどのね小判ザメとかも結構変わってると思いますけどね。まあ、あとは珍しいところで言うと、ミノカサゴとかはですかね。よくね、毒あるよとか言って水族館にもよくいますけど、ヒラヒラしてるやつ。あれは何回かしかさばいたことないですけど、結構うまいんですよね。よいしょ。まあもちろんトゲはね切った状態で入れてくれるんですけど、結構ねカサゴ、本当にカサゴ系の香りで油が乗ってて美味しかったですね。あれは全然入るんだったらまた入れてもいいなと思ってますけどね。よいしょ。水族館でヒラヒラして可愛いやつですね。よいしょ。お、アミノ酸の影響でまとわりつくんですね。そうなんですよね。タコとイカの炭の違いを聞いたことありましたが、成分の違いだったんですね。そういうことみたいですね。はい。よいしょ。まあそういう子が生き残ったみたいな、そういう感じなんですかね。剥けましたと。よいしょ。お、九州はアジとかサバとかうまいよですね。本当にね、美味しいもんいっぱいありますからね。いいですよね。よっこいしょ。この皮ちょっと強いな。お、鎌ヶ谷わかります。お、そうなんですね。お、京成の怪人に不動産持って、おお、すごい。すごいです。お、なかなかね鎌ヶ谷分かってもらえないことが多いんで。何でしたっけ、日ハムの2軍の球場がありますよとか。そんな感じなんですけどね。なんか新鎌ヶ谷とかはね、なんか鉄道のファンの間で有名らしいですけど、あー、これ皮むけないっすね、諦めます。よいしょ。大将が水族館に行ったらうまそうだなとか思うんですか。あー、まあ、あんまり思わないですね。うまそうだなとか。まあ飼育の関係で、よいしょ、あんまり餌をあげすぎると魚育っちゃうんですよね。よいしょ。なので
水族館の魚ってそんなにね、あの太ってるみたいなのいないんですよね、あんまり。まあ餌あげすぎると食べ残しですとかね、その排泄物で水も汚れますので、あんまりね餌ガンガンあげてるみたいな水族館ないので、どっちかっていうとこいつら痩せてんなみたいなところが多いですね。まあいっぱいあげてすぐ育っちゃっても困っちゃうんですよね、水族館もね。よいしょ。お、ウーパー寿司ありますか。ね、ね、ウーパー食べるとこあるみたいですよね。自分まだウーパー食べたことないですけどね。何でしたっけ、メキシコサラマンダーでしたっけ。ねえ、なんかね食べられるらしいですよね。よいしょ。ちょっとそこまでいくと味がどうのというよりはなんか珍味的な感じなんで、まあ機会があれば食べてみたいと思いますが、よいしょ、スミイカございました。リアル。すいません、あれ。ガチで返事しちゃいましたね。よいしょ。お、あれです、やっぱりプロの仕込みは漁師の雑なやり方とは違うんですね。いえいえ、そんなそんな。よしよしよし。まあ自分結構魚も好きなんで。ちょっとね、まあ、職人としては丁寧にやりすぎかなっていうところは多分あると思いますね。はい。よいしょ。スミイカでございました。よいしょ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 。これで魚が一通りですかねと。よしよし。お、唐揚げで出してる店あるらしいですね。そうなんですよね、なんか前テレビで見たことあった気がするんですよね。よいしょ。ウーパーなんかゲテモノ料理専門店みたいなところでタランチュラの唐揚げとかもあるとか。まああるみたいですよね、現地とかだと食べてるみたいですからね。よいしょ。さて、そうしましたらよっこいしょーと、ホタルイカやっ仕込んでいきますかね。よいしょ。今日のは富山のホタルイカでございますね。よいしょ。なんか先週だから兵庫のホタルイカ使ってたらちょっと鮮度良くなかったんですよね。まあおそらく、よいしょ、市場に止めておかれてたんだと思うんですけどね。兵庫の人が悪いわけではないと思うんですけど、よいしょ。それなんで今回は、よいしょ、富山にしてみました。よいしょ。お、あらやす、 We love you in America。 お、ありがとうございます、 Thank you。 あら、アメリカからありがとうございます。よいしょ。お、実家の目の前でホタルイカ大量発生してます。ああ、そうらしいですよね、ホタルイカね。ねえ、すごいみたいでね、ちょっとそれも見てみたいんですけどね、行ってみたいですね。よし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 。まあ実際確かに値段は例年よりかなり安いですね。よいしょ。ボイルホタルイカは、まあ、いつもと同じぐらいの値段になりましたけどね、富山は。はい、生ホタルが安いですね。よし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 。お、ホタルイカはこちらでは取れないから一度食べてみたいです。ああ、そうですね、今年ね結構安いみたいなんでおすすめでございますね。よいしょ。ちょっと今年取りまくってるんで、よいしょ、ね、今後ちょっと怖いですけどね、大丈夫なのみたいな心配ではあります。よいしょ。
まあ、富山の方がね、あの兵庫のやつよりでかくてね、食べ応えがあるっていうんで、お値段もねちょっと高お高くなってますね。よいしょ。よいしょよいしょ。目とね口と筋とね取ってあげております。まあこれ取ってあげるとね、あのボリって言わなくなるんで、よいしょ、まあ純粋にホタルイカを楽しめるって感じがあるので、うちではね取ってますね。よいしょ。お、気が遠くなりますね。あ、そうですか。もうなんかだいぶ慣れてきましたね。はい、やっぱホタルイカ始まりの時はね、なんかいっぱいだなみたいな感じがあるんですけど、よいしょ、もうそろそろまあ終わりの時期もね差し掛かってくると、なんかもう慣れてきたなみたいな感じになりますよね。いろいろやんなきゃっつって忙しい時だとね、ちょっとねイライラするというかね、これもういっぱいあんなってなりますけどね。はい、今日は比較的余裕があるので、はい、優しい気持ちで取れますね。よいしょ。あの冬場のニシンとかもね結構ね、大変なんですよね。よいしょ。ニシンもね、あのイワシと同じような種類なんで、骨の列が多くて、半分の身でね骨が100本ぐらいあるんですよね。あれをねひたすら抜くんですけどね、まあ全部は抜けないんですけど、あ、外れちゃった、失敗失敗。よいしょ。うん、うまいっすね。やっぱ大きいんで味噌の感じが強くて、うん、うまいっすね。お、やっぱり手間暇かかってますね。ですね、これはどうしてもね。まあ一個ならまだいい方ですかね、全然ね。おしおしおし。お、ありがとうございます。ぜひ食べに行かせてください。あら、ありがとうございます。そう言っていただけると嬉しいです。よいしょ。ネギお寿司で検索していただければ、あれですかね、確かここのライブのあの概要欄っていうんですか、あれにも確か LINE のやつとかも貼ってあったと思いますので、そちらの LINE 登録して送っていただいても大丈夫ですので、はい、ぜひお気軽にご連絡いただけたらと思います。水木がお休みで金曜はランチがないんですね。ですけど、あのケータリングもやってるもので、その臨時でこの日はお休みですみたいなとか、予約でもう入れませんみたいなのがあったりしますので、よいしょ、ぜひねお気軽にご連絡いただけたらとね思うんですけどね、よろしくお願いいたします。よいしょ。お、仕込み風景永遠と見てられる。ありがとうございます。お、貸し切りとかできますか。お、ありがとうございます。そうですね、貸し切りですとまあご予算にも応じてなんですけど、まあ20名以上とか、まあ、もしくはやっぱりご予算って感じですかね。はい。できないことはないので、他のご予約が入ってない段階で、はい、お話しいただければ、まあそのようにご用意もできますので、はい、まあ大人数とか、まあそういうのは お任せのコースでご用意させていただくようにはなってしまいますけれども、はい、よいしょ。よいしょ。よいしょ。どうぞ。お、あれです。お、1人5万で15人くらい、わら。それはすごいですね。まあけどうちはあれですね、あの別にそこまであのご予算いただかなくても大丈夫ですんで、てか逆にあれなんで。そうですね、うちだとまあそうですね、高くて2万ぐらいあれば全然、はい、高級ネタをご用意してできますので、はい、全然。
まあさすがに5万とかまでいっちゃいますとなかなかうちで用意できなくなっちゃうようなところがありますので、はい、2万ぐらいまででちょっとご予算は向いていただけても、はい、まあお飲み物別って感じですかね、はい、でよろしいかと思います、はい、よしよし、まあ、お座敷がございますので畳のところですね、一応6名掛けのテーブル、まあ6名座ると結構キツキツなんですけど、よいしょ、が4つありますのでね、はい、15名様でしたら全然楽勝でいけますね、よいしょ、おホタルイカ、あれ、そうです、そうですね、こちら富山のホタルイカでございます、よいしょ、富山のは大きくて濃厚な感じがしますね、今味見さっきしたんですごい口の中イカだらけって感じですけど、よいしょ、お、ありがとうございます、ホタルイカは生で食べたことありますか、あー、ありますね、はいよいしょ、昔はあのホタルイカ普通に生で食べてましたんでね、自分がそうですね、回転寿司とかにいた時代ですかね、もう結構十何年前だと思いますけど、はい、昔は普通に生で食べてましたので、生で軍艦とかでやってましたよね、よいしょ、まあ鮮度がいいのが美味しいんですけど、ちょっと鮮度が落ちてもなんていうんですかね、勝手に塩辛になったみたいな感じで、塩辛風味みたいな感じになって、ちょっと鮮度落ちても美味しいっていうのがありましたけどね、しょう、お、今美味しいネタなんですか、あ、そうですね、今はやっぱりね、ちょうどね、アジの時期季節になってまいりましたので、九州とかあっちの方のね、九州島根とかあっちの味が脂が乗ってきててね、美味しくなってきてますんで、よいしょ、アジがねやっぱ今美味しいですかね、まあ、これからどんどん脂乗ってきますんでね、もうちょっと後の方がもっと脂乗ってるかなとは思いますけれども、もう美味しい時期です、はい、よし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 、お、利用されていただきます、あ、ありがとうございますありがとうございます、ぜひお気軽にご連絡いただけたらと思います、よろしくお願いいたします、よいしょ、よしよしよしお、なるほど、島味大好きです、あー、島味もいいですよね、よいしょ、島味もね、大きくなるとなんか白身っぽくなってくるんで、ちっちゃいと割と光り物の感じもありますけどね、最近だと島味っていうとなんか養殖物がね、なんかメインな感じがちょっと出てましたよね、まああれもかなりお高くなっちゃって、今キロ3000ぐらいするんですかね、高級ネタですけどね、養殖物だとすごい脂ノリノリでね、あれはあれでうまいですけどね、よいしょ、よいしょ、終わりが見えてまいりましたよいしょよいしょ、よしよしよ、お、寿司屋は演歌ですかあ、あれですか、あの BGM 的なやつですかね、しょ、うちはあれですね、うちはあの無音でございますね音はないんですよね最初どうしようかなっつっていろいろやってた時期もあったんですけども、よいしょ、もうここしばらく無音でやっておりますね、はい、まあ自分一人でメインでやってて、まあバイトの子が一人いるかなみたいな感じなんですけど、よいしょ、音がないとね全部ね、あの話というかね分かるので、はい、音が聞こえた方がいいかななんて思ってる面もございます、よいしょよいしょ、おっと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 、よいしょ
バイトも握るんですか？あ、いや、バイトは握らないですね。はい。うちのアルバイトさんはですね、あの洗い物してもらったり、ドリンク作ったり、そうですね、洗い物ドリンクとか運んでいったりとかですかね。はい、なんで握るのは全部自分でやってます。よいしょ、ホタルイカ一ケース、一パック全部終わりました。よいしょ。お、昨日行ったお寿司屋さんで油坊主っていう深海魚食べたんですけど、深海魚にも旬とかあるんですか？あー、まああんまりないんですけどね。あんまりないんですけど、なんか若干冬の方が脂乗ってるみたいなのはあったりするみたいですけどね。よいしょ。油坊主もね、昔は食べれませんでしたからね。よいしょ。最近はね、あの解除されて、昔は食中毒認定されちゃうみたいなのがあったんで食べれなかったんですけど、最近は食べれますね。いっぱい食べるとやっぱりお腹が緩くなったりするみたいですけどね。富山のホタルイカでした。これはあら汁に、よいしょ。お、洗い物大変やな。そうですね、ね、自分がこうやって洗い物を量産してるんで、はい、バイトの子は大変だと思います。よいしょ、すごい丁寧な仕事、尊敬します。いえいえ、ありがとうございます。そう言っていただけて嬉しいです。お次は生です。よいしょ。先ほどお話にも上っておりました生ホタルイカでございます。よいしょよいしょ。うちではね、こいつらあのしゃぶしゃぶで主にやお出ししておりますね。よいしょ。先ほどのまあボイルがあると思うんですけども、あれ結構ね、結構強めにボイルしてあるんですよね。まああれはあれで美味しいんですけど、強めにボイルしてあるんで、さっとね、こうしゃぶしゃぶしたやつをね、よいしょ、食べると全然違うんですよね、本当に。えって、ホタルイカこんなうまいんだっけみたいな感じになるので、ぜひね、生ホタルのしゃぶしゃぶはね、まあ今多分ね、生普通に買えると思うんで、ぜひぜひおすすめでございますね。よいしょ。結構でかいんだ。そうですね、あのやっぱボイルして縮んじゃうんで、強めにボイルしてあるせいもあって結構ちっちゃくなってますね。これさっきのやつと同じで、生あの富山のやつなんで、まあ同じやつですね。これがボイルするとあんな感じにちっちゃくなっちゃうね。よいしょよいしょよいしょ。イカはね、鮮度が大事なので、よいしょ、こいつらはね、よいしょ、ね、生のが取りづらいんですよね。失敗した。この子たちは目とかを処理した後に、よいしょ、固めちゃってね、冷凍してあげて、よいしょ、まあちょっとね、あの水にさっと入れればすぐ溶けるんで、一匹ずつこう固めてあげるとですね、よいしょよいしょ。なんでね、新鮮なうちに凍らせてあげてます。まあ一匹ずつね、別々にこうやって凍らせてあげるとね、すぐ溶けるんですよね。必要な分だけ取ればいいですしね。よいしょよいしょ。こうしょ、身がねしっかりしてないんでね、こう握りつぶしちゃいそうでね、結構繊細なんですよね、生の方がね。よいしょよいしょ。よいしょ。ちょっと手袋うざいっすね。よいしょよいしょよいしょ。お、ありがとうございます。富山県民です。おお、そうなんですね。いらっしゃいませでございます。
お、地元の食材をありがとうございます。いえ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 、もうね、こちらこそこちらにね送っていただいてありがとうございます。よいしょ、やっぱ春といえばねホタルイカでございますのでね、よいしょ、もう欠かせない食材ですよね春に。はい、よいしょと、うちではねこの頃しゃぶしゃぶでお出ししてますんで、よいしょ、お、生ホタルイカか、そうですね、はい、生ホタルイカでございます。よいしょ、よいしょ、やっぱねこれをしゃぶしゃぶしていただくとね、ボイルと違って、よいしょ、まあボイルだとこんなにうまみが減ってるんだみたいな感じがすごいね味わえて、結構ね皆さんびっくりされますね。よいしょ、お、キトキトですね。あー、キトキト、なんか聞いたことありますね。何でしたっけ。ちょっと意味忘れちゃいましたけど、はい、あ。ホタルイカ美味しいです。よっこいしょ。あ、抜けた。お、あれです。今年はホタルイカが安いですね。ね、めっちゃ取れてるみたいなんでね。豊漁っつって湧いてますよね、今ね。よいしょ。まあちょっとね来年以降のホタルイカがちょっと心配になるぐらい安くなってるんで、まあそこんとこはちゃんと気をつけてもらいたいなと思っている次第でございます。よいしょ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 、例えば一応今回そういえばアニサキスのね タイトルになっておりますので一応ね追加でと言いますか、はい、よしよし、まああの先日とかもよく言ってるんですけどね、よしとアニサキスにね、まあ効くね薬があるのでって話ですね。よいしょ、まあセイロガンってやつがね、よいしょ、アニサキスを弱らせる効果があるってことになってますので、よいしょ、まあなんかいろんな事情であんまり言えないとか、あとはねあの殺せないだろうみたいな意見の方も結構いらっしゃいまして、よいしょ、まあ確かにアニサキスをねそのまま殺すほど力がないかもしれないんですけど、よいしょ、まあアニサキス物理攻撃でございますので弱らせてあげるのには効果があるので、弱らせてあげればね症状とかもいろいろ変わってくると思いますんで、弱らせて病院に行きましょうということをねよく言っております。お、今年は豊漁ですですよね、伺っております。すくって即ボイルしたら絶品ですよ。あーでしょうね、いいですね。すくいたい、すくってみたいですね。よいしょね、ホタルイカのねあのシーンでっていうんですか、あの海岸にねいっぱい集まってるとこはねぜひ生で見たいところでございますね。なかなかねあちらまで行く機会がないので、よいしょ、来年とかでもね機会を見て行きたいなと思うところでございます。よいしょ、ホタルイカ天ぷら食べたい。あー天ぷらもうまいっすね。この間も天ぷらうまいっておっしゃってる方がいて、あげましょうかっつって天ぷらにした時もありましたね。よいしょ、天ぷら、ホタルイカの天ぷらも本当瞬間ですからね。水分多いんでね、揚げたてをねこうパクッといかないとね、あの衣もじとーってしちゃいますからね。よいしょ、あの揚げたてのところをねパクッと行くのはね最高っすよね。ちょっとまあそうやって食べなきゃいけないんでメニューに載せるのは難しいかななんて思ったりして載せてはいないんですけどね、しゃぶしゃぶ推しでやっております。よいしょ、あれもねこうイカの感じがすごい濃厚になってね、肝の感じもこうガツンとあってめちゃめちゃうまいっすよね。よいしょ、自分も好きです。よいしょ、そう言われてみたら今年は食べてないような気がしますけどね。
よいしょ。なかなかね、自分のまかないとかでね、あげるっていうのもちょっと大変ですからね。お、ありがとうございます。干してから焼いて食べるのが美味しい。あーですね。干したのもうまいっすよね。うちはなんかちょうどね、干物のやつをね、入れてくれるとこがありまして、ホタルイカの酢干しっていうやつは通年入ってるんですよね。既製品みたいな感じになりますけど、干してあるやつを旅館とかのね、火をお出ししまして、そこで炙ってね、召し上がっていただくみたいなのをいつもやってますね。よいしょ。あれもね、肝の濃厚さとかがあってね、うまいっすよね。たまりませんね。よいしょ。ホタルイカ仕込めたで、よいしょ、凍らしちゃいます。よし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 、ラップ敷いてあげるとくっつきにくいんで、よしよしよ。お、ホタルイカ食べたことないから、いつか食べたい。あら、まあそうなんですか。ホタルイカはもう召し上がるんだったら絶対もう今年おすすめですよ。お安いので、はい、来年以降また分かりませんから、ぜひぜひ今年召し上がっていただければ。よし、まあもうちょっとで終わるのかな。まだなんですかね。おお、すくったホタルイカ冷凍庫にまだ5キロ分ある。あります。5キロ分すごいっすね。めっちゃある。もうそんなにあったらこんな並べてる場合じゃないですね。けど塊にしちゃうと溶かすのも大変だし、ちょっとあれですね、悩みどころですね。うちではね、イカこう丸めて凍らせてますね。よいしょ。広げて綺麗にね、凍らしたいとこなんですけど、広げとくと凍ってバラバラになっちゃうんで。丸めとくとね、足とか折れにくいんで。よしよしよし、うちは丸めてあげてます。よいしょ。よしよし。よしよ。こんな感じで並べましたんで、冷凍しちゃいます。タレ変わりましたと。よしよし。そしたら、あ、忘れてた。すだちぶりがいたのを忘れておりました。よいしょ。危ない。お、同じく下処理して頑張って10匹ずつ小分けにしました。すごい、10匹ずつ。冷凍庫は気持ち悪いことになってます。このちっちゃいのですからね、5キロっつったら相当な量ですよね。すごい、頑張りましたね。お疲れ様でございます。よいしょ。ですよね、塊で凍らしちゃったら大変ですもんね、後でね。ゲゲ、ちょっと置いときすぎちゃいましたね。すだちぶりでございますね。わあ、ちょっと魚屋さんがおろしたやつだから。ちょっと身が少ないかな。よいしょ。よいしょ。あんまり誰かがおろした後のやつは好きではないんですけれども。よいしょ。大量に買い込みすぎてもあれかなと思ったんですけど、意外とちっちゃかったですね、すだちぶり。1本でもよかったな。失敗。よいしょ。魚屋さん鱗取ってくんないですよね。よいしょ。
よいしょよいしょ。人がやったやつなんで一応ね洗いたくないんですけど洗ってあげます。お、ガンドブリアな。そうですね、よいしょ。養殖物はねそんな大きくないですからね。今日ので4キロちょいぐらいですからね。おっとっとっと、これで今回はねしまっておきますね。鮮度はいいですね。よし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 。すだちぶり、まあかぼすぶりが終わっちゃって今すだちぶりなんですけど、すだちぶりの方がかぼすぶりよりすだち感が強いので、うん、果実感ですかね。すだち使ってないですからね。自分的にはねかぼすぶりのが好きなんですけどね、冬の間限定なんで。よいしょ、すだちになったんですだちぶりを買ってまいりました。よいしょ、スタッチぶりでございました。お、冷凍する技術が知りたい。あー、うちはそうですね、ホタルイカとかでしたらそのままさっきの並べた状態で冷凍しちゃってますね。はい。あの冷気が出るところに置いてあげると早く凍りやすいんで、よいしょ、そんな感じで凍らしてますけどね。一応業務用なんでマイナス25度にはなっております。はい、よいしょ。お、こんにちは、いらしていただきありがとうございます。さてと、そうしましたら、よいしょ、だいたい仕込めましたので今日のところはこの辺にしたいと思います。すいません、まだ皆様いっぱいいらしていただいているのに申し訳ございません。よいしょ、コメントもたくさんありがとうございました。またご都合が合えばぜひよろしくお願いいたします。お、海外からです、魚食べたくて見に来ました。お、ありがとうございます。ありがとうございます。ま、あのいつもさばいてるんで、もしよかったらぜひ登録でもしていただいて、また来ていただけたらと思います。家庭ではダメなのか。あ、家庭用でも大丈夫だと思いますよ。あの、ただ長期間やるとあの冷凍焼けとかが強くなってきますんで、まあ冷凍して早めに召し上がっていただけたらと思います。 お疲れ様でした。ありがとうございます。お疲れ様でした。では最後までご覧いただきありがとうございました。またご都合が合えばぜひよろしくお願いいたします。お、初見ですが楽しかったです。ありがとうございます。ありがとうございました。失礼いたします。